皆さん、こんばんは。本日はお忙しい中、当社の IR セミナーをご視聴いただき、誠にありがとうございます。本日の進行を務めさせていただきます。株式会社プレミアムウォーターホールディングス、広報 IR 部の余風と申します。本日は1月12日に日本流通産業新聞社より発行された宅配水業界地図2023をの記事をもとにですね、宅配水業界について皆様に分かりやすくご説明をさせていただきたいと思います。そして残りのお時間で皆様からのご質問にお答えしていきたいと思います。なお、質問に関しましては、本日のセミナー内容である宅配水業界に関することや市場に関する質問に絞りお答えをさせていただきますので、何卒ご了承いただければと思います。Zoom ウェビナーからのご質問についてはですね、QRA 欄にですね、質問の内容をご記入くださいませ。また、現在 YouTube からご質問を受け付けることができませんので、YouTube でご視聴いただいている方につきましては、Zoom ウェビナーへ移動してですね、ご質問をお送りいただきますようよろしくお願いいたします。それでは、早速始めていきたいと思いますが、宅配水業界地図の分析をご説明するにあたり、まずは本日のスピーカーである、弊社グループ会社で主力事業プレミアムウォーターを提供するプレミアムウォーター株式会社執行役員奥村愛を、簡単ではございますが私の方から、ご紹介させていただきたいと思います。プレミアムウォーター株式会社執行役員事業本部長奥村愛、2017年株式会社プレミアムウォーターホールディングス入社。プレミアムウォーター株式会社にて広報マーケティング新規事業等の戦略部門を歴任しております。そして2021年より現職にて広報マーケティングカスタマーセンターとステークホルダーとのコミュニケーションを監修する分野として活躍しております。またですね、プレミアムウォーターホールディングスにおいても広報 IR 部の部長を兼任しております。それではよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ただいまご紹介いただきましたプレミアムウォーターホールディングスの奥村と申します。本日は弊社の IR ライブをご視聴いただき誠にありがとうございます。皆様にとって有益な情報になるよう努めさせていただきますのでよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。じゃあそれではですね、まず本日ご視聴いただいている皆様に、プレミアムウォーターホールディングスと宅配水事業について簡単にご説明させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。当社は株式会社プレミアムウォーターホールディングスと申します。2006年に設立、2013年に上場しております。上場区分は東証スタンダードでございます。主な事業内容としましては、プレミアムウォーターという自社の宅配水ブランドを中心としたミネラルウォーターの製造および販売を行っております。当社はビジョンに自社の活動を通じて人々の生活を豊かに、そして世界で一番愛される会社へ掲げており、日本の天然水という唯一無二の価値を日本人へ、そして世界に伝えることで社会的意義を果たし地方創生を実現するというミッションのもと事業を行っております。続いて宅配水事業についてご紹介させていただきます。プレミアムウォーターはお水の定期配送サービスを提供しております。ウォーターサーバーをレンタルし、日本有数の水源地から採水した天然水をご家庭にお届けしております。ビジネスモデルとしてはストック型のビジネスモデルになります。お客様には定期契約でお水をご購入いただいているため、毎月安定した収益を見込むことができます。また毎月新規でお申し込みいただいたお客様の収益を積み重ねて、お客様の収益が積み重なっていくため、非常に安定したビジネスモデルとなっております。ありがとうございます。続いてですね、宅配水業界の市場規模について、ご説明お願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、続いて宅配水の市場規模についてご説明させていただきます。データとしましては2007年からにはなりますが、2007年では280億という市場規模が、2022年の推定では1930億円と、この15年で7倍近くの規模に成長している市場となります。毎年着実に成長しており、現在日本のウォーターサーバーの普及率は 8.2% 程度となっております。当社としては諸外国の普及率と比べて日本もまだまだ成長していける市場だと思っております。
なるほど。これ実は事前の質問もですね、今後の日本の高い水の普及率について、結構質問をいただいているんですけれども、まあ、実際どのあたりまで伸びるっていう形で奥村さんの方は考えてますでしょうか。はい、当社としましては宅配水 の, 市場普及率ですね、 20% を目指しております。なるほどですね。確かに諸外国の普及率っていうのも非常にその 20% だったりとか高く推移しているので、まあ、日本でもまだまだ伸び市場っていうのはありそうですよね。はい、じゃあ早速ですがですね、続いて、本題の宅配水業界地図に関するですね説明に移らせていただこうと思います。この宅配水業界地図はですね、日本流通産業新聞社から発行されている特集記事になります。2015年から毎年年始に発行されていてですね、宅配水業界の動向や各社の保有顧客の推移などを掲載しています。でまたこの各社の保有顧客数に関しましては各社ごとに発表している数字というのが元になっているので、企業によってはですね保有顧客の定義としては違っているっていうのはちょっと事前にご了承いただけますと幸いでございます。ちなみに当社の場合ですが、すべて定期配送でお水を購入いただいているお客様を、カウントしていてですね、まあ、一定期間、まあ、例えばお水の購入がないお客様については、保有顧客の数には、入れておりません。多少各社でですね定義は多少違うと思うんですけれども、宅配水業界のことを分かりやすくこうまとめられている記事だとなって認識してますので、当社も非常に毎年こう興味深く拝見している記事になっています。じゃあ本セミナーではですね、皆様により分かりやすくこう説明するために当社にてちょっと作成をさせていただいたこの業界地図をですね用いてこうご説明させていただければと思います。それでは、奥村さんよろしくお願いします。はい、この業界地図では宅配水業界が大きく5つのカテゴリーに分かれていますね。宅配水業界はお水の提供方法によってワンウェイ、ツーウェイと分類されます。まずツーウェイ方式からなんですけどもご紹介させていただきます。次のスライドですね。はい、ツーウェイ方式は基本的にリターナブル方式となっていて、再利用できるようなガロンボトルを使用しています。ちょっと硬いハードボトルみたいな感じなんですけども、お水の種類もワンウェイ方式とは大きく違いまして、 RO 膜でろ過したお水に人工のミネラル分を添加した RO 水というものを使われていることが多いです。次に、弊社も採用しているワンウェイ方式についてですね、ボトルの種類は使い切りのボトルとなっておりまして、飲み終わったボトルはペットボトルと同じような資源ごみとして処分することができます。お水は天然水を扱っている企業様がほとんどだと思います。この2つの配送方法の違いですが、ツーウェイ方式は自社で配送されている企業様が多く、使い終わったボトルは自社で回収した後に洗浄を行って、再度お水を充填してお客様へお届けしています。ボトルを回収し再度お送りするため2ウェイ方式と呼ばれております。次にワンウェイ方式ですが、自社で行っている企業様もいらっしゃいますが、ほとんどの企業様は大手配送事業者さんに配送委託している企業さんが多いんじゃないかなと思います。使い終わったボトルはそのまま各ご家庭で処分していただけるのでワンウェイ方式と呼ばれております。宅配水業界はこの2つの種類の提供方法に分かれています。続いて各セグメントごとに特徴をご説明させていただきます。よろしくお願いします。じゃあ初めにですね、このレンタルクリーンオフィス系サービスというところからちょっとご説明をお願いしたいと思います。はい、レンタルクリーンオフィスサービス系ですね。その通り清掃サービスであったりフロアマット、モップなど清掃用具を貸し出しされている企業様が行っているケースが多いです。レンタルサービスの中にウォーターサーバーもラインアップしているようなケースが多いですね。で、ワンウェイ、ツーウェイでいうと、ツーウェイ方式のサービス提供が主流になっています。顧客の大半が法人の場合が多く、企業の福利厚生の一部として利用されています。フロアマット等の交換に伴って、定期的に配送員さんが伺ったりとかして、ボトルの回収と補充を行っているケースが多いと思います。はい、確かに企業にこう訪問した際とか、上がこう硬い形のボトル、ガロンボトルが刺さっているこうウォーターサーバーってよく見かける気はしますね。はい、じゃ続いて、ガス会社ですね、系のこう分野についてちょっとご説明をお願いしたいと思います。はい、ガス
会社系ですね。地域のガス会社が、代理店となってガスの交換時にボトルの交換を行っていることが多いと思います。ツーウェイのサービス提供が主流になります。で、まあ、ガスっていうところもあって配送ルートが確立しているためツーウェイとの相性がいいのかなと思います。で、まあ、今ですねプロパンガスの普及率とかもあると思いますので、まあ現在ではウォーターサーバーだけを利用している個人のお客様も多いんじゃないかなと思います。で、宅配数業界を遡っていくとこのガス会社系っていうところとレンタルクリーンオフィス系の企業様が初期の方からウォーターサーバー事業を始められてたかなと思います。で、ワンウェイの天然水を扱う企業様は結構後発なんじゃないかなと思っております。確かにこの2つの分野で結構認知度の高い企業様っていうのがかなりこうウォーターサーバーの初期の方からいらっしゃったように思いますね。はい、続いてなんですけれども、この水宅配事業というところに関してご説明願いたいと思います。はい、私たちプレミアモーターホールディングスも分類されているグループになりますね。今ですね、宅配数業界では顧客割合が最も高いカテゴリーになると思います。まあ、先ほども申しましたが、ワンウェイのサービス提供が主流となっております。で、近年宅配数業界においてはやっぱりワンウェイの比率っていうのが高くなってきて、まあ、それはデータとしても出ているところになります。で、水宅配事業のカテゴリーに関しては基本的に個人宅が大半になると思います。弊社もそうですが、で、個人宅だと使い終わったボトルっていうんですね、2way とかだとやっぱ使い終わったボトルを玄関に置いといたりとか、そういうスペースを取られてしまうみたいなストレスが発生するので、結構その1way との相性が個人宅はいいんじゃないかなと思います。確かにこの家のスペースって結構ね、ボトルをこう置いとくと取られてしまったりっていうのはかなりこう狭い、まあ例えば一人暮らしだったりとかするとかなりスペース取られてしまうかなと思うので、まあ、このワンウェイのペットボトルっていうのは、まあ、資源ごみで捨てられるっていうのも一つこう相性がいい形にしますね。はい、続いてなんですけども、この飲料メーカーと異業種その他についてご説明お願いしたいと思います。はい、飲料メーカー、異業種その他ってところなんですけども、過去に飲料メーカーさん他にも参入されてたんですけど、今は一社さんというところになります。で、近年ですね、異業種からの参入がすごく活発化しているなと思います。で、ここにもありますけど、2018年ですね、大手通信通販会社さんだったりとか、2022年、昨年ですね、大手家電量販店グループ様が参入されていたりとか、結構異業種の参入が増えてきてるなと感じてます。ちなみにやはりこう医療種でこう参入されている企業様って、やはりワンウェイで展開する企業様っていうのが多いんですか？そうですね、やっぱり皆さんワンウェイで天然水でっていうところが多いんじゃないかなと思います。なるほどですね、ありがとうございます。じゃあこの業界地図について、事前に多数質問もいただいてましてですね、顧客数についての、まあ、質問というのがいくつかいただいております。で、それでちょっと一つご紹介したいんですけれども、まあ、これまで、プレミアタウンホールディングスの成長が、まあ、宅配水業界、市場全体の成長と捉えていたが、まあ、前年の、業界地図と比較すると今回は他社の方が伸ばしているのではないかみたいなですね、ご質問をいただいているんですが、そのあたりっていかがでしょうかね。はい、まあ、こちらの記事に関しては先ほど横瀬からも説明あったと思うんですけど、日本流通産業新聞社さんが各社インタビューをしているような数字を元に作成されているんですね。で、まあ、なので、まあ、各社自社発表の数字になっており、定義も本当にさまざまだなと思います。で、弊社は基本的にアクティブなユーザーさんしかカウントしてないようなきちんとそういう定義があるんですけども、まあ、話によると、まあ、スポーターサーバーだけあってもう休眠みたいなところもカウントされてるんじゃないかとか、そういう話もあったりします。なるほど。で、まあ、新聞記事にも記載あったんですけども、一部企業は浄水型のウォーターサーバーで保有顧客を伸ばしてるっていうところもあると思うんですね。で、当社は高安水の顧客を伸ばしておりますので、純粋な高安水顧客の純増では当社が一番だと思います。確かに記事の方でも、まあ、一部の企業様がこう浄水型でかなりこう調子がいいという形で記載されてたと思うんですけども、確かに高い水の、1A の企業でかなり伸びているっていうのは、まあ、やはり当社の方の、まあ、15万件伸びているっていうのが、まあ、
かなり一番多いのではないかなと記事からも読み取れますね。はい、ありがとうございます。ちなみにまあこの新規参入っていうところだったりとか、まあ、業界全体がこう盛り上がってるっていうところに対しても当社としてもですこうしっかり差別化を行っていく必要っていうのがあると思うんですけども、ちなみにまあ今回こう様々こう企業が高い水業界で事業を行っている中で、まあ、プレミアウターホールディングス当社のですね顧客が151万件とかなり多い背景には、まあ、先日 の, 当社の萩尾代表のですねセミナーでもあった通りですね、まあ、営業力っていう、まあ、ところが非常に強みがあると思います。まあ、ただ一方で高い水のお客様がですねこう長くご利用いただくことっていうのがこの高い水事業においてはですね非常に重要なこうポイントなのかなと思ってます。そこで、まあ固有顧客をですね、固有顧客の増加をですね、支えるサービス面について、強みなどをですね、ちょっと奥村さんの方にもお伺いしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。じゃあ、プレミアムモーターの強みということでご紹介させていただきます。まずはですね、自然本来の美味しさにこだわった非加熱の天然水というところですね、天然水のこだわりなんですけども、まず、非加熱って何とか、非加熱の天然水って私もこの会社に入るまであんまり分からなかったところだったんですけど、結構天然水を扱っている企業様は加熱処理されている場合が多いんですね。で、加熱処理ってやっぱコストもかからなかったりだとか、まあ、その安全性みたいなところもすぐ担保できるってところで採用されている企業様も多いと思うんですけど、加熱することで天然水って溶存酸素っていうものがですねすごく激減してしまうんですね。で、溶存酸素っていうものは美味しさにすごく直結してるというか影響してくるところなので、まあ、爽やかさ飲んだ時の爽やかさとか喉越しとか風味とか多分皆さんも飲んでぜひ飲み比べてみてほしいなと思うんですけど、まあ、本当に自然本来の美味しさを提供したいっていうところで弊社としてはその非加熱処理っていうところにこだわっております。なるほどですね。でこの自然本来のこう美味しさを提供するっていうのがあと日本の天然水の価値をこう提供していくっていうのが、まあ、当社のビジョンにもあるので、そこもこう商品の方にこだわりとして出ているわけですね。で、やっぱり第三者美味しさっていうのがなかなかこう人によって変わるところがあると思うんですけど、まあ、このちょっと資料にもある通り、このモンドセレクションにおいてはですね、ほとんどの、まあ、新しい、追加した水源はまだ評価出てないんですけれども、岐阜北方以外のですね、すべての水源でこう受賞していたりとか、国際的なところでもこの美味しさ、品質っていうのが評価されているっていう点になってますね。はい、ありがとうございます。では次ですね、豊富なウォーターサーバーラインアップというところでサーバー の, ラインアップ説明させていただきます。弊社は今5機種サーバーがございます。で今もここ4つしか出てないんですけども、サーバーのレンタル料が無料なもので2機種有料なもので2機種とご用意しております。で無料なものですとスリムサーバー3こちらの、左上ですかね、皆さん見て左上のサーバーなんですけども、こちらはもう本当にスタンダードのサーバーになりまして、ただエコモードが搭載されているので電気代の節約になります。で夜間になるとエコモードが作動し消費電力が抑えられるみたいな形なんですけども、まあ、そういったところで支持いただいているのがこちらのスリムサーバー3というサーバーですね。で隣 の, まあ、こちらも無料のサーバーになるんですけども、アマダナスタンダードサーバーというものもご用意しております。こちらは本当にどちらかというとスタイリッシュというところでインテリアにこだわっているお客様とかから本当にご支持いただいているかなと思います。本当に若い方とかですね、あとは男性の一人暮らしの方とかそういった方からすごく人気があるかなと思います。で下の段ですね、サーバーレンタル料が有料なものなんですけども、こちらですね、高機能のデザインというふうに書いてあるところですね、角プレミアムウォーターウォーターサーバー、こちらは、下置きのウォーターサーバーになります。この中、この4機種だと下置きこれだけなんですけど、下置きのウォーターサーバーになっていて、弱冷水モードだったりとか、再加熱モードだったりとか、あと先ほど言ったエコモードだったりとか、もう機能がかなり高機能サーバーになっています。で下置きっていうところもあるので、妊娠中のお客様だったりとか、まあ、女性のお客様っていうところからご支持いただいているサーバーになります。でその右下ですね、右下のアマダナグランデサーバーですね。でこちらは弊社を代表するサーバーなんじゃないかなと思います。で代表するといっても顧客が一番多いとかそういったことではないんですけども、まあ、テレビ
とか露出が一番高いサーバーだと思います。ドラマとか、まあ、映画とか CM とかっていうところにも、あのもうこのサーバーが指名であの貸してくださいっていうふうに言っていただけるようなサーバーになります。で、あの Amazon スタンダードサーバーもそうなんですけど、 Amazon さんとのコラボモデルになっていて、まあ、既成の置き台でデザイン性がすごくかっこよくって、でインテリアとしても置けるというところで、美容室とかあのすごいそういったあの店舗とかにも入ってること多いかなと思います。で次のページお願いいたします。でこちらですね、新ウォーターサーバーファムヒというところなんですけども、先週ですね、先週あのリリースさせていただいたばっかりのサーバーになります。ファミリーにフィットするっていうところの造語で、いろいろな家族の形に寄り添いたいという思いを込めてファムヒという名前にさせていただきました。でこちらのサーバーは購入モデルとなっておりまして、ただその後お水代が割引になって、実質無料で使えるサーバー、実質無料というのがあのレンタル料、あのサーバー代金を実質無料で使えるというようなサーバーになっています。でこちらもあの下置きのタイプのサーバーになります。で従来あの下置きタイプというのはボトルをあの下向きに入れるものが多いんですね。で今この画像を見ていただいても分かると思うんですけど、今回あの上向きにあのお水を設置していただけるようなサーバーとなっていて、これによってあの水漏れの心配がすごくなくなあの減ったりだとか、あのすごいそういったメリットがあるかなと思うんですけども、この構造自体は現在特許出願中でございます。で次のですね、で事前質問でも浄水サーバー部門の展開予定はありますかというご質問を頂戴しておりましたが、プレミアムウォーターでもすでにロッカという浄水型のウォーターサーバーのブランドを展開しております。でご自身で水道水を上から注いであのいただくと、ろ過されたきれいなお水が温水冷水と使えるというものなんですけども、定額制のモデルであのすごく経済的かなと思います。で1回 の, あのフィルターで600リットルですね、あの浄水することができるので結構あの多く使われて、ただあのちょっと料金気になるっていう方にはこちらのサーバーがおすすめですね。で今他社さんでもこのタイプ、その浄水型のウォーターサーバーに力を入れてる会社さんいらっしゃるんですけども、弊社としてはあくまでもメインは天然水で、まあ、お客様のニーズによってこういあのこちらのサーバーをご提案していきたいなと思っております。あるんですね、確かにこの新サーバー2機種というと、まあ、本当に先週まさにのファムヒットの方に関しては記者会見なども開かれて、こうテレビとかにもかなり出てたかなと思うんですけども、結構あの当日はあれですか、テレビ局の方も来られました。はい、あのそうですね、あのメディアさんにもたくさん来場していただいて、翌日はあの結構露出ができたんじゃないかなと思います。ありがとうございます。じゃあ続いて、強みの3というところで、はいはいね、お客様の利便性というところも追求しております。でまずは公式の LINE アカウントですね、 LINE アカウントとマイページ連携していただけるんですね。 LINE アカウント登録してマイページの中から連携していただくことができるんですけど、まあ、そう連携していただけるとあの追加注文だったり出勤変更だったりとか、そういったあの手続きもしていただくことが可能です。でやっぱり LINE ってすごくあの広い年代の方に支持されているので、まあ、LINE でやりたいという方は結構多いんじゃないかなと思います。で次にあの公式アプリですね。でアプリって弊社以外であまり提供している企業さんもいないかなと思うんですけど、まあ、ちょっといたら申し訳ないんですけども、あの、まあ、うちだけなんじゃないかなと思っております。でアプリもマイページ機能だったりとか、あと AI のチャットボットですね、この横に出ているものとかもあの立ち上がるような形になってますので、まあ、ほとんどのお困りごとはこのアプリで解決することができるんじゃないかなと思います。で弊社のカスタマーセンターはですね、 90% 以上が自動化できてるんですね。自動化というのがこういうデジタルツールで自動化できているところなんですけども、まあ、お客様がすぐ解決したいと思った時にお電話いただかなくても解決できるように努めています。で続いてなんですけども、あのポイントサービスとプレミアムモールというところですね。まずは、プレミアムウォーターポイントをご紹介させていただきます。お水の配送のたびにあの弊社ですね、ポイントを付与させていただいております。でそこでたまったポイントっていうのをあの契約者限定の EC サイトもプレミアムモールで使うことができます。でプレミアムモールはクローズドの EC サイトっていう特性もあって、
結構市場価格より安くサプライヤーさんに卸していただける商品とかも多かったりするので、お得にお買い物ができたり、ウォーターサーバーのオプション品ですね、チャイルド結構そのサーバーにチャイルドロックみたいなのがついてたりするので、それを解除する部品が売っていたりとか、あとは常温で水飲みたいよってお客様のニーズ結構あるんですけど、まあ、常温機能がないサーバーでも常温キットっていうものがあるので、そういったものを利用していただくと本当にもっともっと天然水を楽しんで生活していただけるんじゃないかなと思います。ぜひチェックしてみていただきたいです。ありがとうございます。このようなこう強みによって、やっぱりこの保有顧客の増加、もちろん新規顧客の獲得っていうのも、相まってなんですけども、ここまでこう伸ばしているっていうところが一番こう特徴で強みなのかなっていうところを理解できたと思います。今回ですね、実は事前質問に関しての方でですね、今後の株価対策として、考えていることはありますかといったご質問をいただいております。で、当社としてもですね、株主還元の方は、重要視しているためにですね、株主の、優待であったりとか、配当についても、こちらでちょっと私の方からご説明をさせていただきたいと思います。で、まずですね、株主優待品に関してなんですけども、2023年の3月期の内容になるんですが、当社はこちらはですね、株主優待品を、拡充をですね、に力を入れておりまして、先ほど奥村の方から、ご説明があったプレミアムモールの中からですね、商品を、選定しております。で、前年度はですね、15品のうち1品選んでいただけるっていう形でですね、用意させていただいたんですが、今年度もですね、ちょっと同様の形で、さらにこう商品ラインナップを充実させた形で、こう今準備をしておりますので、発表までですね、私、少々お待ちいただければと思います。で、さらにですね、この株主優待制度の方なんですけれども、株主であり、なおかつ当社の、宅配水のお水をですね、ご契約いただいている方にはですね、プラスアルファで、ご契約中の天然水を1セットお選びすることもできます。なので、非常にですね、ご契約いただきながら、株も、持っていただけると非常にお得な内容になっております。続いてですね、株主の配当金についてのご案内になります。配当についてはですね、これまで発表している通り、前期から比べての増配を、予定しております。で、これはですね、また引き続きここについては増配予定ということなので、情報の更新がありましたらご案内させていただきますので、よろしくお願いします。最後にですね、権利確定日のについてもお知らせをしておこうかと思います。配当金については、中間配当が9月の30日、期末配当が3月31日となっております。株主優待品についてはですね、毎年3月31日の時点でですね、当社の株主名簿にお名前が記載されている株主様で100株以上持たれている方が対象となっております。よろしくお願いします。ではですね、ここからはですね、事前にこう皆様からご質問いただいている内容がございますので、ご回答させていただきたいと思います。またですね、ご質問ある方についてはですね、この時間でご入力をいただければと思います。じゃあまずはですね、事前の質問の方からお答えさせていただきたいと思います。じゃあ一つ目いきます。ミネラルウォーターの場合、あまりこう差別化戦略が取りにくいと思いますが、御社が他社を圧倒する第一の理由は何だと思いますか。またちょっと似たような、似ている類似の質問でですね、同業他社で、上場されている企業がありますが、その企業と差別化できている部分および、課題について、教えてくださいという内容をいただいております。奥村さん、よろしくお願いします。はい、回答させていただきます。当社はご利用いただいているお客様が業界で特に多いというか、ナンバーワンというところですね、がまず大きな差別化につながっているんじゃないかなと思っております。背景としては、当社は宅配水をメイン事業としているため、営業に力を入れられる体制が整っております。営業力もとてもある会社ではありますので、これまで培ったノウハウをもとに営業に強い人材が育って、それが活躍するといった好循環が強いのかなと思っております。
またお客様が多いからこそ 水源の開拓だったりとか新工場の設立だったりとかそういった設備投資というところも比較的行えるところも必要じゃないかなと思います。でその結果コストを抑えられるためのサービス拡充とかお客様への還元みたいなところもが可能になって高い満足度につながっているんじゃないかなと思っております。今後もですね、より幅広いお客様にご利用いただけるようにサービス拡充を行ってまいります。ありがとうございます。続いてのご質問に移らせていただきたいと思います。富士山の名水さんは EV 関連の事業を始めるなど多角化を進める会社も増えているように感じます。本社の事業多角化についての考え方があればお聞かせお願いいたします。はい、弊社としては現時点で考えておりません。で太田サーバーの普及率は先ほども申しました通り約 8.2% というところで、弊社が目指しているところは 20% というところなので、まずはこの普及率を 20% まで持っていくというところが私たちの目標ですので、この主力事業にさらに力を入れていきたいと考えております。でまた多角化を広く捉えるのであれば、ウォーターサーバーを利用いただくお客様の利便性が上がるサービスだったりとか満足度につながるサービスがあれば前向きに取り組んでいきたいと思っております。はい、ありがとうございます。続いての質問です。こちら浄水器を扱うようになったということですが、こちらがメインとなった場合各地の採水場の管理費が重荷になってくるというような懸念はないでしょうかというご質問いただいております。はい、浄水型という一定ニーズに応えていくために先ほどご紹介したロッカーとかリリース等は行っております。今後のニーズの拡大は想定してはいますが、これまで浄水型をご利用されているお客様が天然水を利用したいということでまた戻ってくるお客様も多数いらっしゃるので、お客様のニーズに沿ってサービスを提供していきたいなと思っております。管理費が重荷になるという懸念については当社の水源開拓の戦略にもつながってきますので、顧客ニーズに合わせた地域に水源を開拓しておりますので、これまで同様に管理費については正しくマネジメントしていきたいなと思っております。ありがとうございます。続きまして、世界的な原油高で配送ガストも上がっているんですけれどもいますが、水の高いサービスのコストの多くは配送コストだと思いますが、この何か工夫している点などはありますでしょうか。はい、物流コストについては、弊社の萩尾ですね、萩尾が説明会等でも今までこれまでもたくさん説明させていただいてきたかと思うんですけども、原油高になる以前から水源開拓ですね、各地に水源を開拓していくっていうところと自社の物流網っていうところを構築していくことで物流コストに対する対策を行っておりますので、引き続きそちらを強化していきたいなと思っております。ありがとうございます。続いてですね、今後の営業活動どのような手段で広げていく予定ですかというご質問をいただいておりますので、よろしくお願いします。はい、今後もですね、引き続きブースの販売、テレマーケティング、ウェブと販売手法を強化して拡大していきたいと思っております。ありがとうございます。続きまして、コロナ特需があったと思いますが、今後の戦略について教えてくださいというご質問をいただいております。はい、当社としてはご利用いただいているお客様の水の使用量はやっぱりすごく上がったとは思ってるんですけども、コロナによる在宅需要で想定以上に契約数が伸びたというふうにはあんまり思っておりません。ただ一定数コロナで在宅をするにあたってウォーターサーバーを使ってみようかなみたいに思ったお客様はいらっしゃると思いますので、そのような方に対してもご利用いただけるようにこれからも営業活動を強化していきたいと思っております。ありがとうございます。続いての質問なんですが、一つ天然水が枯渇してしまうといった例ですね、そういうのを聞いたことはありますが、そのリスク にはどのように捉えているかというのを、質問いただいております。はい、水資源の豊かな日本において地下水の枯渇リスクって限りなく低いと考えております。
しかしながら社会的に水不足とか問題になっている温暖化とか異常気象とかそういった影響も鑑みて、当社では採水地ごとに汲み上げる水量の管理をきちんと行っております。また一部地域では行政への報告だったりだとか環境活動ですねということも行っていまして、持続可能な水資源を守っていく活動というところを取り組みをしております。ありがとうございます。続いて事前の質問の、最後なんですけれども、空気や水がきれいな地方での普及に苦戦する印象というのを受けていますが、地方ならではの普及に対する対策などはありますでしょうか、という質問です。そうですね、特に苦戦してるっていうことなくてですね、地方でも、うち熊本とかにも水源あるんですけど、着実にお客様増えてるなと思っております。営業戦略上は地方でもこれまで通りお客様が多く集まるショッピングモール、地方になるとやっぱりショッピングモールっていうところに もっと人が集まってくるので、そういったところでプロモーションを行って多くのお客様に天然水とウォーターサーバーの利便性をお伝えしていきたいなと思っております。ありがとうございます。ここからはですね、本日いただいている質問の中から少しちょっとピックアップさせていただいて、ご質問に答えさせていただければと思います。で、1点目がですね、本社の顧客はウォーターサーバーを選ぶ際、有償と無償の、ウォーターサーバーですね、その比率っていうのを教えてくださいと。で、有償の、レンタル料が有償の、選ばれる顧客の理由についても教えていただきたいということです。はい、基本的には無料のウォーターサーバー選べれる方が多いと思います。割合で言うと8割ぐらいはそうなんじゃないかなと思います。で、残り の有料サーバー使われる方は、妊娠期の方とか、そういう本当にライフスタイルに合わせて選んでいく方もいらっしゃいますし、あとは甘棚のグランデサーバーとかは美容室とか本当にインテリアにこだわっている方とか、結構そのウォーターサーバーをいろいろ他社さんとかもたくさん見て、このウォーターサーバーかっこいいっていうところで有料のウォーターサーバーを選んでいただくお客様多いかなと思います。なるほどですね。結構やはりこう有料のウォーターサーバーっていうのはやはりこだわりが多い方だったりとか、そうですね、そういった方がやはり選ばれる傾向ありますかね、はい、ありがとうございます。続いてなんですけれども、ここはちょっとシステム的なところなのかなと思うんですが、携帯アプリの開発、運営はこうアウトソーシングなんですかと、御社エンジニアはどの名ぐらいいるのでしょうかという、ご質問をちょっとあれですね、システム面のご質問いただいております。そうですね、協力会社に委託している場合もありますし、エンジニア、プログラマーとかいたりするんですけど、自社で開発ってあんまりしてないです。なんですね、ありがとうございます。続いてですが、同業他社と比べた優位性およびこう課題について、教えていただきたいという、質問をいただいておりますが、いかがでしょうか。そうですね、やっぱり先ほどもお話しさせていただいたんですけど、やっぱりナンバーワンっていうところが一番の強み、そうですね、認知度とかそういったところもかなり影響してくるなと思ってますし、結構紹介みたいな形でプレミアムウォーター使っていただく方ってすごく多くて、プレミアムウォーターすごい良かったよっていう口コミマーケティングみたいな形で広がっていく部分とかもありますので、お客様が多いっていうところはすごく優位性になるんじゃないかなと思います。なるほど、やはりそうですね、はい、やっております。やはり顧客数によって別途弊社の代表の萩尾の方が伝えている通り、物流戦略であったりとか水源開発戦略みたいなところにつながっていくっていうのが、非常に強みっていうところですね。続いてなんですけれども、あれですね、こんなスタイリッシュでおしゃれなサーバーもあったんですねと、褒めの言葉をいただいております。ありがとうございます。申し込んでください。はい。で、最後ですかね。営業、すいません、失礼しました。今後、株主や株主候補との対応のあり方について、どうお考えですかというご質問いただいております。そうですね。
うん、あ、まあ、でもこういった IR ライブ自体を最近結構やらせていただいていて、でこれまでやってこなかったんですけど、まあ、そういった本当に皆様のお声をすごく聞くいい機会だなって思っております。なので今後もですね、まあ、弊社の、まあ、今もですね、太田さんもっとこんなおしゃれなあったんですねみたいなお声いただきましたけど、皆様からのお声を、まあ、たくさん聞いて、で私たちも発信していきたいなと思います。ありがとうございます。まさに最近こう適時開示だったりとかで PR 情報を出したりとか、実はまだまだ始めたてなんですが、プレミアタホールディングスのこう公式ツイッターアカウントがこう始まったりとかですね、ちょっと情報開示についてもこう積極的にちょっと行っていこうかなっていう考えがあるので、皆さんもぜひチェックいただければと思います。続いて、あ、結構いただいて、営業利益率が年々高まっていてすごいなと思いますが、販管費と人件費の上昇はある程度する中でも利益率は高まっていくようなイメージでしょうか。そうですね、ご質問いただきます。そうですね、うち本当に営業の研修とかもすごくちゃんとやってるって自分たちのあれなんですけど、本当に1営業マンあたりの獲得件数とかそういったところも本当にすごくちゃんと管理しているので、まあ、営業マンが増えれば獲得件数も伸びるしというところで、まあ、本当に営業に力を入れていますので、今後も先ほど言った20% というところを目指すにあたっては1000万ユーザーというところを目指しているので、まあ、そこに向けて着実に成長していきたいなと思います。ありがとうございます。続いて最後の質問ですね。執行役員の方お若そうですが、他の役員さんや従業員の方も若い方も多いんですかというご質問いただいてます。いかがでしょうか。若いって言われるとすごく嬉しいんですけど、若くないんですけど、そんなにでもそうですね、うち萩尾も若いっていうのもあるとは思うんですが、そうですね、執行役員の中ではもしかしたら私はかなり若い方かもしれませんが、まあ、その実力主義みたいなところが会社の何ですかね、体制というかあるかなと思います。結構本当に頑張ればみんな役員というか、まあキャリアを積んでいけるっていうところはうちの会社のすごくいいところだと思います。ありがとうございます。それではですね、本日の、ところいただいている質問も以上となりますので、これで IR ライブの方は、終了させていただきたいと思います。で、この後ですね、ライブセミナー終了後にライブのアンケートが表示されますので、こちらですね、皆様、回答をいただけますと大変ありがたいと思います。なおですね、ツイッター、先ほどちょっと申し上げたツイッターアカウントもですね、プレミアタホールディングスの公式のものが出ておりますので、ぜひ皆様もフォローいただいてですね、まあ、当社のさまざまな情報を発信してまいりたいと思いますので、ぜひチェックいただければと思います。それではですね、本日はご視聴いただき誠にありがとうございました。ありがとうございます。それでは失礼いたします。失礼いたします。